こんにちは、カノです、今日もですね、オリジナルのタオルを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、この、オリジナルのタオルで作るとき、初めて作りましょうというときにやっぱり気になるのがですね、やっぱり仕上がったときですね、出来上がりの色であったりとか、出来上がりの生地の具合であったりとか、自分のね、想像していたものとは全然かけ離れたものができてしまうと、やっぱり非常に残念ですよね。で、我々もですね、そういったことがないように細心の注意をしてですね、お客さんに言われればこんな感じですよということで写真を撮ったり送ったりとか、サンプルも送ったりするんですけども、それでもですね、やっぱり心配やっていうことがあります。で、ちょっと見ていただきたいのが、こういったこれも別注で作ってるんですが、この黄色の色であったりとか、この紺の色であったりとか、やっぱりどうしてもね、譲れないところっていうのがありますよね。染料なんで若干のにじみはね、いいにしても、やっぱりちょっと色に関してはやっぱりもうちょっとね、自分の思ってたのと違うということであれば非常に残念な感じになりますよね。で、そういった時にどうしたらいいかというところなんですけども、私ども、色とかに関してはですね、オリジナルなので、どんな色でも言えばつけることができるんですよね。どうしてもつけれない色も中にはありますけども、ほとんどの色を表現することは可能なので、それに対して、実はサンプルを作るということをします。で、どうしてもですね、このサンプルを作りましょうという時にはですね、有料になるんですけども、作ることは可能です、ね。で、ほとんど私ども間に入っている関係でお客さんからいただいたデータを見てですね、それを購買に入稿します。当然私ども上がってきた商品も見ます、納期がないものに関しては工場から直接送ったりもしますけども、そんなやり取りの中でもですね、写真は見たりとかしてますので、そのお客さんのその色ともかけ離れたもの、やっぱりその紙に印刷するのではないのでね、モニターと同じ色っていうのは難しいんですが、大体我々はね、そういったもの慣れてますので、この辺の具合でしたら OK とか、これはもうダメだっていうことであれば工場に行って作り直しっていうことも当然出てきます、ね。そういったこともありますので、それ自体もやばい、いやっていうことであればですね、有料になりますけども、サンプルを作ることもできます、ね。で、その前にですね、ちょっとサンプルが欲しいんですということであれば、生地の具合などを見るにあたってサンプルもお送りすることは可能です、ね。ですから、いろんな方法でできるだけそういった出来上がりの不安というのを解消するような方法を、ね、取るようには、しているつもりなんですが、やっぱりね、どうしてもと言っても人間でやることなんて間違いも出てきますので、そういった時にはですね、迅速に、ね、いろんなことを対応できるようにはしているつもりです。ですから、できるだけそういった間違いが起こらないようにしていますので、そういった、ね、どうしても心配という時にはですね、サンプル作ったりすることも可能です、ね。ですからぜひ、そういったことも含めて相談してみてください。よろしくお願いします。